皆さんこんにちは。猫肉球チャンネルの猫ぶたです。いつもの、ご視聴ありがとうございます。はい、早速ですけれども、今日のは、京都府は丹南市の、日吉ダム、言い方が日吉どちらでしょうの、名前がド忘れのダムの方にね行きたいと思います。そしてね、今日の、走行ルートはですね、プチツーリングということで、昔からのバイク友達ですね、私がバイク乗って始めて最初の、友達、南海部員でお会いしました最初の友達なんですけれども、その時は PCX で乗って乗ったという PCX 同士の仲間ということで、でそのうちに、その友達がね、知らん間に大型バイク、大型の免許をね取るようになってからね、それで、まあまあそういう流れなんですけれども、その方とね今日京都府は丹南市の方に、ね、向かうということで、その間、ルリ系ですね、あれも京都府に入りますね、ルリ系経由の日吉ダム、日吉ダムって言うんでしょうかね、日吉ダムって言うんでしょうかね、ちょっと言い方の方が今忘れパッと出てこないんですけど、の方に行ってから、まあバイク乗りでは、まあ、名前は有名なあのジョイズバーですね。今はちょっとジョイズバーっていう名前が変わってるらしいんですけれども、そこをちょっと僕がジョイズバーかどちらか、北隣の道の駅っぽいとこ、道の駅でしょうか、のどちらかに立ち寄って、それでまたちょっと時間があればかやぶきの里の方にね、出向きたいということで、ツーリング企画とさせていただきます。まあまずはその友達がね、バイク友がね待ち合わせしております。まあローソンのところね、池田市ローソン、こちらの方にバーを使っております。はい、一旦ここでねライバーイエブ、まあねその方友達といってもね、まだこの YouTube の、動画はねアップはされてないんですけども、ということでね、まあ私のその友達ですね顔はモザイクですねまあ私もね当初はモザイク入れております。でまあモザイク入れるからね、まあある意味ね なんかね後で自分で旅ログ思い出ビデオログね残すのに、まあモザイク入れとったら誰やねんということを、まあ自分の遺産動画、まあ縁起でもないっていうんじゃないんだけども、まあ、思い出動画でモザイク、私本人がモザイク入ってたんでは誰っていうようになるんでね、それじゃあね、なんかね、まあそのことも考えるのと、あとはね、まあ、ちょっと会社のちょっといろいろありましたけど、YouTube で顔出しして何があかんのやということでね、いろいろちょっと会社でありましたけど、まあ、その時はね、広告収益も可能だった時期でもありましたから、
1000人以上だったからね、今1000人未満の時で広告収入可能だった、頃だったんですね。まあ会社の方もね、まあ目をつむってるという形になりましょうか。広告収益がね、その当時あかんとか何言うて ぐちゃぐちゃ抜かすんだったらね、ほならお宅はほんなら競馬とかそういった公益のその言うてね、博打ですよね、競輪、競馬やってるよ、やってるじゃないの。あとは普通にパチンコ、あとはその何でしょう、宝くじね、あとは普通に懸賞応募、それで利益得たらどうするんですかっていうことね。まあ細かいこと言うとそうなるんですよ。うん、そう言うとね、言わんようになってきましたね、上の方はね。はい、まあまあそういうことでね、今ローソンの方に向かっています。はい、大ワープの途中でした。いえ、僕の友達がね、その大工友がね、 YouTube 動画やってくれていたらね、まあ面白いんですけどね、面白いか楽しいんですけどね。で、まあ、私の方のバイクもね、後ろ姿でね、うん、まあ、撮ってくれたらなというのも、ちょっと希望があるんだけどね。まあ、動画の編集ちょっとね、やりがいがあるんだけれども、まあ、下手くそながらやりがいがあるんだけどね。はい、まずはこれね、ローソンで待ち合わせということで、道中編ということで、待ち合わせ編ということでね、一旦これでちょっと動画を、一つ、切って、これはこれで一つ作る可能性もあります。そのまま、あそこどこ、ルリケーまでで繋ぐ可能性もあります。はい、それはその時のちょっと自分の技量と、都合と、はい、体力と、そういうことです。はい、稲川です。稲川、はい、バーベキューやってますね。5月の連休ど真ん中後半ですね、もう。はい、到着。あ、まだ